それ本気で言ってるの？土方さんに知られなければそもそも怒られないのにさ。その判断は僕だけじゃなくて、虎穴へ挑んでる最中の平助とかみんなを売り飛ばすってことだよ。八つ当たりはやめてください。雪村君の意見は正しいと思います。猫の件は副長に報告しますので、そのつもりでお願いします。それから彼女は自分が連れて行きます。雪村君をわざわざ会議の場に連れて行く理由はないだろう。俺もあなたが微妙な立場に置かれているのは理解している。こんな騒ぎに巻き込まれては副長らの心象も悪くなるばかりだ。猫の件は自分の方からうまく説明しておこうと思う。だからあなたは安心してくれ。俺は監察という立場上、あなたのことを信用しない。それが課せられた務めだ。が、自ら進んであなたの敵に回るつもりもない。俺は監察方の務めから決して手を抜きませんので。今後とも高堂さんを探すため新選組に協力してください。今日はおかしなことに巻き込まれて災難でしたね。